テレコビズ賛成の諸君の起立を求めます子ども政策の司令塔となる子ども家庭庁設置関連法案は衆議院本会議で採決が行われ与党や国民民主党の賛成多数で可決し衆院を通過しました今の国会で成立する見通しです法案では総理直轄の機関として 来年4月に子ども家庭庁を創設し少子化や児童虐待いじめや子どもの貧困といった幅広い課題に取り組むとしています。